武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学商学部の数学の勉強について話していきたいと思います。まず配点が60点、時間は90分で大問が3題出題されており、大問のうち1題が小問集合となっています。でここの問題に関しては非常に早稲田の中でも難易度が高い問題構成となっていて、総計レベルの武田のルートの参考書まではやっておかないと非常にきついかなという形になっております。でどう難しいかっていうと、まず問題文自体が割と難易度が高くて、どう解いたらいいのかってことを考えるところから始めなければいけない問題が多いです。なので要はこのレベルに慣れてないと本当に手も足も出ないっていう問題が割と出てくるような、難易度ですね。解き方は分かるんだけど計算がむずいとかではなくて、最初から何したらいいかが割と分からないような問題が、出やすい構成となってます。で見ただけでああこれむずいなって思うような、問題となっています。なのでまずはこういった問題に慣れていくことなので、難易度が高い問題集なり過去問でまずしっかり実践演習積んで、さらに1問に対して最終的にはもちろん時間内に終わらせなきゃいけないんですけども、じっくり考えて時間無制限で本当に1問に1時間とか2時間かけるぐらいのつもりで丁寧にやって、どんな解き方があるかなとか、とりあえず手を動かしていけるとこまで行ってみるみたいな形をやったりとかして試行錯誤をして、その場であがく、で情報を読み取る、で問題ごとに対処方法っていうのを、考えるっていう練習、こういった実践力っていう部分ですねをしっかりつけていくように心がけてください。過去問の傾向という部分は割とある程度毎年そういった今言ったような難易度の部分は引き継いでいるところがありますので、できるだけ多く過去問には触れて練習するように心がけてください。以上が数学の勉強となります。